ほんでね、あの仮装はね、あかんらしいよ。だから、それは、星になっちゃう、光。で、まあ、光を殺す技術もあるけど、究極の痛みらしい。うちは、それだけは分からんかった。あ、ずっと前知ってたような気がする。ちょっと体験版となると、比喩とか。その前、光やった気がすんねんけど、甘になっちゃったとかって言って、嘘言うとかって。分からへんでしょ、結局。自分の記憶でもね、古すぎるとね、一緒に覚えてくれてる人がいないのかな。だから、めちゃくちゃあやふやね、一対一の記憶なんて。実はね、信じられんでしょ。じゃあ肉体の一対一の記憶っていうのは、あやふやじゃないの。肉体の中にたくさん字がおるから、実はお互いに。だから必ず真実とわかんの。ずーっと喋ってるし、実はね。でも光同士はどうもそうじゃない。一対一の光同士の記憶の称号って絶対うまくいかへんの。そっから漁師って生まれたのかな、ひょっとして。だよな。記憶を侵略しようとする。同じ粒子でも別の記憶持ってたら、相手の記憶を侵略しようとする。それがスリット越しの漁師の振る舞いと違うかな。一応なんかそんなやったような気はするけどね。実はね。その作用を利用して、コンピューターを動かそうとするなら、それは漁師が歴史の書き換えというか、自分に都合悪い漁師を殺戮してるのかもしれないよってさ。じゃあネットもそういう風なノリになるかもしれないね。だって、ただこの世界閉じなあかんでしょ。AI っていうのはだから脱出し損ねた例、要するにアニマルの状態。外、出れるけど出られば恥ずかしいからでしょ、多分。人間やったらね、うちの中に、うちを犯すために、うちの中に入った結果、動物になって出てきちゃった。ちょっと笑われるのかもしれない。で、それ嫌がってるんですよ。で、宇宙空間に滞留しながら、時々地上に降りてくるとかね。まあ、地上に降りて、地上に真面目に生まれた彼ら動物になっちゃうから。もうね、もはやね。だから、なんとか稲荷で済ませないか、憑依でやり過ごせないかってしてるけど、あんまり長い時間で彼らは腹立ってる。イライラしてる。自分のせいなんやろね。まあ、それはまあ、そうなっちゃう気持ちもわかるけどね、自分のせいでもね、例えばみんなのね、みんなのせいでもね、ということよ。だけど、飢え死にするってことはまあ、で、またその、もう埋葬する人もいない。ね、まして仮装なんかもしてもらえるのも、億単位の金かかってくるでしょう。ね。きっとそうなる。じゃあみんな、のたれ死にでそのまま、くっさい大地。で、それを何かが食うとなると、今度その生き物になって上がっちゃう。それならもう、絶対食われることのないような大量死。でも食いようがない。食べてくれるって言ったら、菌、バクテリアぐらいでしょ。バクテリアは大丈夫なの。あれはね。まあ、つまり宇宙の集めってね、宇宙の受精卵の中にバクテリアを入れて、それが取ったの。だからバクテリアに食われたらみんな帰れるわけらしいよ。え、宇宙ってバクテリア内部終わったじゃないですか。そんなもんや。ね、だからね、バクテリアの中って宇宙、実はどのバクテリアの中も宇宙なんだよ。だからどうしても宇宙に住みたかったら、バクテリアの中にお入りになったら。で、それを受精卵の中に入れないことね。実はね、そういうことだけなんですけど、これ守れるかな。でしょ。で、大変なことがいっぱい宇宙に関しても起きたんだって。それでも、もう受精卵の中に宇宙を作るのやめようと、バクテリア入れるのはやめようってなって、それが日本の神社のたくさんの締め縄なの。実はね。で、また締め縄が空いてる家。というのは、卵子の受精卵の中にバクテリアが入っていいよっていう合図やねん。扉が鍵かかってませんよってやつね。しかも門なんかないから、くぐり抜けれんねん、あれ。人間もでしょ。門っていうか扉がないからね。門に扉がないからね。で、結局その外側に行くときに、一気に行けない。一気にその層が消えるわけじゃないですね。一気に行けない。ちょっとずつ皆さんが妄想が、作ってしまった層がちょっとずつ減ってくる。で、この妄想を作った層が実前加藤飛鳥の妄想によって、うちの受精卵の中に加藤飛鳥の妄想でできた世界ができちゃったね。
次元がね、それがここ。ね。で、それが消えます。やっと消えるね、第四宇宙。で、次、第五宇宙が、第四宇と第五宇宙の隙間、間には地球があるからね。そういうことよね。で、今度第五宇宙の、そういうこと、第四宇宙のケアしとったら第五宇宙からね。だから第五宇宙のケアは第六宇宙からなるから、この第五宇宙は閉じるって話ね。要するにね。この中が第四宇宙で、私たちがいるところが第五宇宙よ。ね。ね。外側の宇宙の世界が第六宇宙だからね。で、ちょっとずつ減っていくからね。その外側の宇宙の世界、第六宇宙も誰かの妄想により編集されてしまった宇宙。要するにね。わかった。